おはようございます。こんにちは。こんばんは。よろしくお願いします。今回はロシアのニュースをピックアップしてお届けします。ロシアの傭兵ワグナーグループ突然状況が一転。今日プーチン大統領は彼が権力を握ってから20年以上経つ中で最も大きな脅威に直面しました。しかし今夜になって突然状況が変わり、危機は収束したようです。その要因はウクライナで戦っていた傭兵部隊を率いるエフゲニー・プレボ氏にあります。彼らはワグナーグループとして知られており、彼はプーチン政権に対するウクライナ戦争へのアプローチに非常に批判的であり、ロシア軍に反乱を呼びかけました。プレボ氏は彼の部隊がモスクワに向かって進軍していると宣言し、彼の部下たちがモスクワへ進軍すると発言しました。しかし今夜の午後6時30分になって彼は声明を発表し、彼の部隊の移動を停止し状況を緩和するために血の流れを避けると述べました。それに応じてクレムリンはワグナーグループに対して起訴しないことを発表し、プレゴジアン氏はベラルーシに移住することになりました。プーチン大統領はワグナーグループを裏切りと非難し、今夜は従来よりも流血を避けることが重要であると述べました。モスクワのスティーブ・ローゼンバーグ特派員からの報告によると、わずか数時間前にはワグナーグループがモスクワに向かって進軍しており、首都での衝突の危険があるように思われました。しかしロシアでは状況が非常に早く変わることがあります。理由はわかりませんが、今日もそれが起きたようです。ロシアでは朝から武装した兵士や戦車が街中に配置され、重要な建物の外には装甲車もありました。ワグナーグループは国家と密接な関係があり、ウクライナでロシアのために戦っていた傭兵部隊です。彼らのリーダーであるプレゴ氏はウクライナでの戦争の進め方についてプーチン政権に対して批判的であり、ロシアの将兵に反乱を呼びかけました。彼はロシアの将軍たちに対して国防省と参謀総長を捕まえると言いました。もし捕まえられなければモスクワを封鎖し進軍すると宣言しました。これに対してクレムリンは裏切りだ、ロシアへの背信行為だと述べ、この脅威から祖国を守るために厳しい措置を取ると警告しました。ワグナーグループの車列がモスクワへ向かって北上しているとの報告が入りました。首都での衝突に向かっていたのでしょうか。しかし流血を避けるためにプレゴジアン氏はワグナーグループが引き返し拠点に戻ると発表しました。彼はベラルーシの指導者との緊急交渉で緊張を緩和したと主張しています。これは本当に奇妙ですね。具体的にどのような合意がなされたのか、モスクワの人々はこの出来事全体に驚いていました。本当に奇妙な合意ですね。この合意の詳細をモスクワのスティーブ・ローゼンバーグ特派員の話した内容を教えてください。はい、すべての詳細を把握できたわけではありませんが、クレムリンが公表した合意について私たちに伝えられた内容は次の通りです。まず白ロシアの指導者であるアレクサンドル・ルカシェンコ氏がこの合意を交渉したとされています。彼とプレゴジアン氏は長い付き合いがあるようです。この合意ではプレゴジアン氏に対する全ての刑事告発が取り下げられ、彼はベラルーシに移住することになります。またミューティニーに参加したワグナーグループの兵士たちは告発されず、彼らは戦線での奉仕によって刑事告発を受けることはありません。これが公表された合意の要点です。まさに数時間前までは真剣な対立の危険があると思われていたのに、プレゴジアン氏は全面進軍すると言っていたのに、突然状況が一変しキャンプに戻るという合意を結んだという状況ですと話されました。全く逆転した状況ですね。数時間前までは本当に衝突の危険があると思われていたのに、プレゴジアン氏は怒り心頭でロシアの軍事指導者に対して激しく抗議していたのに、突然全てが逆転し彼はキャンプに引き返すと言い出したのですから、なるほど、奇妙ですね。ここでエフゲニー・プレゴ氏と彼が率いる傭兵部隊ワグナーグループについてもう少し詳しく見てみましょう。
安全保障担当のゴードン・カレラ記者がロストフォンドンのロシア軍本部の外で調査を行っている方の話です。プレゴジアン氏はロシアのサンクトペテルブルク出身で、かつては犯罪者でした。刑務所から出所後、彼はホットドッグを販売することから始め、次第に高級レストランを経営するようになりました。彼はロシアの指導者の注目を浴び、プーチンのシェフとして知られるようになりました。彼は世界の指導者たちが訪れる際に料理を提供し、アメリカ大統領さえも彼の顧客でした。また彼は軍事契約にも関与し、自身の軍事経験とコネクションを利用してワグナーグループを結成したということです。興味深い経歴だと思いません？プレゴジアン氏が犯罪者からレストラン経営者、そしてワグナーグループの指導者へと進んできたというのは驚きです。その背後にはどのような人脈や指示があるのか、彼の経歴についてもっと知りたいですね。そうですね、プレゴジアン氏の背後には多くの支持者や影響力を持つ人々がいる可能性がありそうですね。彼の行動や発言には政治的な意図や戦略があるのかもしれませんね。この事件がどのように展開していくのか、今後の動向が注目ですね。確かにそうですね。この件についての詳細な情報収集とさらなる展開に注目していきましょう。このまま事態が収束するのか、それとも新たな展開が待っているのか、非常に興味深いです。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。高評価ボタンもよろしくお願いします。バイバイ。